公明穂、公明穂、本名穂、1969年2月12日帯は、韓国、ソウル出身の元サッカー選手、サッカー指導者。2016シーズンにより、中国サッカースーパーリーグの広州緑城の監督を務めていた。元韓国代表。現役時代のポジションは、センターバック、ディフェンシブハーフ。韓国代表史上最多の136キャップを誇り、 ワールドカップには4大会連続で出場した。またペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人にも選出されている。引退後にサッカーを通じた事前活動として、財団、公明保財団を設立、子供サッカー教室支援、有望な若手選手の発掘、育成、奨学金支援などを行っている。1992年歩行スティーラースでプロのキャリアをスタートさせ、 約5年間プレー。1995年5月10日には47メートルの FK を決めた。1994年12月28日にはワールドカップでの活躍でアジア以外でも存在が知られるようになり、AA スローマ主催のチャリティーマッチに世界選抜の一員としてアジアから三浦和義と共に招かれて出場。12月30日には AC ミラン主催のチャリティーマッチにも世界選抜の一員として出場した。J リーグではベルマーレ・平塚に2シーズン、カシワ・レイ・ソルに3シーズン在籍。1997年6月よりベルマーレ・平塚に加入。それまでにも J リーグ入りの話はあったが、韓国サッカー協会、周囲の反対もあり、J リーグ入りは実現しなかったが、2002年日韓大会の 共同開催が決まったこともあり、ようやく遺跡の話がまとまった。7月2日の名古屋戦で J リーグデビューを果たした。1997年12月4日にはワールドカップフランス大会を記念したヨーロッパ選抜対世界選抜の試合にバティストゥータ、ロナウド、ジダン、中田秀俊らと共に出場した。1999年は柏レイソルに遺跡、J リーグで 初の韓国人選手のキャプテンとなった。ヒロシの加入で、レイソルの守備は安定し、ファースト、セカンドステージともに4位の成績を残した。ファーストステージ3月13日2節の福岡戦で、J リーグでの移籍後初ゴールを決め、5月29日15節のフルス、ベルマール平塚戦では同点ゴールを決めた。第ステージ12節の福岡戦で、ゴール、 13節のジュビロ岩田戦では、決勝ゴールを決める活躍を見せた。同年のナビスコカップ準々決勝岩田戦、第1戦ではゴールを決め、準決勝進出に貢献。準決勝の名古屋戦、第2戦でイエローカードを受け、イエローカード累積のため、決勝ではプレーできなかったが、ナビスコカップ優勝に貢献した。また同年開催された J リーグたら、 ーーールスターサッカーに出場した2000年には、韓国代表そして歩行時代のチームメイトコ全校が、レイソルに加入、ファーストステージの第4節の FC 東京戦では、決勝ゴールを決め、5月20日の14節の、川崎フロンターレ戦では、先制点をめた。セカンドステージ最終節カシワは、カシマとの直接対決で勝てば、優勝というところまで迫るも、 スコアレスドローで2位となり、ステージ優勝は逃したが、チームを牽引して、J リーグベストイレブンに選ばれた。2001年には、広志の誘いで、リュウ・ソーテツが加入し、韓国代表選手3名が揃う陣容で優勝を目指したが、こうは怪我で、ファーストステージ8月18日の横浜会、マリノス戦以降の試合を欠場し、2001年12月9日、 対談セレモニーが行われ、レイソルを対談した。同年8月4日には、J リーグたら、ミオールスターサッカーに出場した。その後、ホコスティーラースへの復帰を経て、新たな挑戦そして、英語や、マーケティングなどを学ぶ意味も込め、MLS の L、A ギャラクシーでプレイし、2003年 MLS、オールスターゲームに、コミッショナー選出で、出場。 2004年に現役を退いた。2004年3月に、ペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人に選出された。ワールドカップには4大会連続出場。高来大学校時代より代表入りし、ワールドカップ1990年イタリア大会に出場。1994年のアメリカ大会では、スペイン戦では1得点1アシスト。 ドイツ戦でも1得点1アシストしたが、グループリーグ敗退。1998年フランス大会でも、グループリーグ敗退に終わる。2000年には、オーバーエージ枠で、シドニーオリンピックにも出場した。2002年日韓大会では、準々決勝スペイン戦では、PK 戦で5人目のキッカーとして、PK を成功させ、韓国はベスト4入りとなった。 韓国代表のベスト4進出に大きく貢献し、アジア人初のブロンズボール賞に輝いた。2004年に現役を退いた後、2005年10月、リック・アドフォカート監督のもと、韓国代表アシスタントコーチに就任し、2006年、ワールドカップに参加。アドフォカート退任後に就任した、ピム・ファーベーク監督のもとでも、同職を務め、 AFC アジアカップ2007に参戦した。2007年から2008年まで U-23 韓国代表のアシスタントコーチを務めた後、2009年に U-20 韓国代表の監督に就任。U-20 ワールドカップ2009年大会で同代表をベスト8に導いた。2009年10月、その実績を認められオリンピック、韓国代表の監督に就任。 ロンドンオリンピックで韓国サッカー史上初となる銅メダル獲得の快挙を果たした。ロンドンオリンピック後は2013年1月から2002年ワールドカップ韓国代表監督だったフース・ヒディンクが率いるロシアプレミアリーグのアンジュマ8からで指導者研修を受けた。2013年6月26日、2014年ワールドカップ予選突破後に退任した最高機の 公認として、韓国代表監督に就任した。契約では2014年ワールドカップだけでなく、2015年1月のアジアカップまで、韓国代表を率いることとなっている。2014年、ワールドカップ本戦は1分2敗で、グループリーグ再開で敗退し、大韓サッカー協会に辞意を伝えたが7月3日に、協会、広志の続投を決定した。しかし、 10日になり一転して辞任することを表明した。ワールドカップ敗退後に選手たちと会食した時の映像が流出したことや代表メンバー選考において個人的な関係を優先した義理起用などで批判報道にさらされていた。2014年11月、AFC 初代伝道入りを果たした。J リーグのアルビレックス新潟にも興味を示されており、 就任の可能性はあったが契約には至らなかったという。2016シーズンにより中国サッカースーパーリーグの甲州緑城の監督をしていたが2017年5月に退任した。ロサンゼルスギャラクシー在籍時の登録名はボであった。リーグ戦でも選手名として背中にボと書か,かれたユニフォームを着用してプレーし2003年に母国 韓国で開催されたピースカップにギャラクシーの一員として参加した際、リーグ戦と同様にボノネームの入ったユニフォームを着用しプレイしている。また、ボ基金を設立したほか、アメリカ・カリフォルニア州に開設したサッカースクールの名称もボサッカーアカデミーである。カシワ・レイソル対談の際以下のメッセージを残した。日本に来て4年7ヶ月、カシワ・レイソルに来て3年。 優勝の悲願を胸に戦ってきましたが、ここでひとまずピリオドを打たなくてはいけない時が来ました。ここ、レイソルには実に様々な思い出があります。苦しいトレーニング、試合、勝ち、そして負け。昨年の11月26日、鹿島アントラーズとの試合で引き分け、J リーグ優勝を逃しました。とても悔しかった。そして、今年、 8月23日、チームドクターの疲労骨折だとの診断。そして、当分、ゲームには出場できない、と聞かされました。言葉もないほど、悔しかった。悔しかったことばかり申し上げました。しかし、その悔しかったこと、すべては、私が愛する、サッカーのせいで、サッカーのためで悔しかったわけです。それも、仕方ないことだと思います。私は、これからも、 サッカーを続けようと思います。そして現役を引退してからもサッカーに関わり続けることと思います。皆さんもこれからもサッカーを愛し続けることと思います。今日は私たちのためにありがとうございました。今までの温かい応援に対して感謝申し上げます。私、公明保はこれからもサッカーと共に歩み続けたいと思います。 カシワレイソルのサポーター、関係者の皆様、そして、日本の皆様、ありがとうございました。と述べ、日本を去った。2001年12月9日、カシワレイソルのオフィシャルサイトに、掲載の挨拶。12914270、1147021、3352380、2028121、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。